皆さん、ごきげんよう。プリンセス姫スイート TV の姫ちゃんです。パパです。前回は遠くまで行って、毒蜘蛛スポナーを見つけました。はい。すごく大変だったね。うん。パパ、溶岩に落ちかけたのね。いや、落ちたよ。それでスコップを間違えて投げてしまって、燃えちゃったんだよ。うん。けどね、作り直したからね。あ、本当だ。これね。うん。全部、あれで死んでると全部なくなってたよね。うん、全部なくなってた。よかった。スコップだけで助かって。はい、今回は、以前パパが一人でネザーへ行って、ネザー水晶を取ってきました。おー、ありがとう。うん。それで姫ちゃん、今回噴水を作るんだよね。うん。そして、幸運のついたピッケルで、ネザー水晶を今から壊します。はーい。幸運をつけてると、取れる数が増えるんだよね。そう。早速持ってるね、ひめちゃん、これ壊して。何個出る？お、何個出た？ 3 個。これは？ 3 個。ネザー水晶も増えるのかな？わかんないけど、まあいいや。じゃあ壊して。はい、壊して。壊して。ずっと押してて。どう？おお、いいね。いいね。あれ、パパ、経験値すごく入ってるよ。今日パパ少なかったからさ、いっぱい取っていいよ。ありがとう。ちょっと待ってよ。もうないよ。あんじゃあげるね。こんなに広げるんじゃなかったね。ふふ。いいよ。ゴーゴーゴー。いっぱい。いいでしょ、これ。うん。すごい経験値。あ、私もちょっと入ってる。あ、入ってる？うん。叩かないでよ、パパのこと。叩かないよ。なんかピッキューが、耐久が減ったり。あ、増えたりしてる？増えたりしてる。ゴーゴーゴー。ピッキル、うん、ピッキルね、回復してるよ。うん、すごい。なんか楽しい。パパも楽しい。うん。あ、すごい。はい、お願いします。はい、いくよ。叩かれそう。オッケー。オッケー。すっごい散らばってる。うん。あ、そこに落ちてる。じゃあパパ取ってくる。ひめちゃん掘っててよ。あ、パパ。ひめちゃん気がついたかな？この辺り少し広くなってるの。あ、そうだったな。気がつかなかった。ここね。うん。気がつかなかった？気がつかなかった。パパね、一人の時に掘ったんだよ。ええー、ありがとう。もう大変だったからね、やめちゃった。あ、もうちょっと夜だ。うん。それも、あ、全部掘ってよ。うん。大丈夫だって、ひめちゃんなら間に合うさ。うん。急げー。パパが教えるね。うん。ほら、大丈夫。おぉ、間に合った。じゃあ寝よう。おやすみなさい。ふみちゃん、ちょっと待って。レザー水晶渡すから、これで作ってきてよ。うん、わかった。ひめちゃんが作りたい噴水を作ってね。うん。じゃあパパどうしよう。ちょっと見ておくよ。うん。ね。パパここで。カメラマンをしておこう。ひめちゃんが作ってるところ。いい？いいよ。もしね、狭いなと思えばパパが整地するからね。広げてあげるから。わかった。どこがいいかな？高いところからの方がいいのかな？頑張れー。うん、ありがとう。もう作ってきたの？うん、作ってきたよ。はーい。じゃあ頑張って。うん。行くよー。はーい。1、2、3、4。これくらいでいいかな。ほう。4段なんだね。うん。
ほうほう。周りを一マスずつ掘って。お？十字にもう一マスずつ掘ったのかな？うん、そう。どうなるんだ？それは何？階段ブロック。あ、そうなんだ。うん。ほう。あ、バキスモテ忘れちゃった。あるよ。あ、水が入ってないけど、無限水源があるからね。取れるかな？取ったね。うん。じゃあパパフェンスを壊しておこう。うん、よろしくね。はーい。この辺りでいいかな？壊すのは。もっと？うん、それくらいでいいよ。いい？うん。邪魔になれば行ってね。わかった。じゃあこの辺りも もう少し広げておこうか。うん。引っかかっちゃった。パパの方に浮いてるブロックない？この辺り、今。これこれこれ。ある？動けない。あ、ありがとう。うん。あ、それどうしたの？なんで埋めたの？間違えちゃったの？あ、間違えちゃった。あ、そうなんだ。じゃあ続けて。2、3、4、5、6、7。7マスもくるんだ。おお、大丈夫？うん、大丈夫。今6マスだったよ。うん、足りなくなっちゃった。ああ、そうなんだ。うん。このままいいか。ちょっとね、姫ちゃんごめん。パパね、コーヒーを入れてくるから、ちょっと作っといて。うん、わかった。あいつコーヒーを入れるよ。うん。姫ちゃんも飲む？いい。はーい。話飲めない。あ、そうだよね。うん。1、2、3、4、5、6、7。よし。あ、ここ。あとこっち側も。順調ですか？うん、順調。1、2、3、4、5、6、7。よし、オッケー。あとはこっち側も。後ろなんか綺麗だね。うん。そっか、それでか。姫ちゃんがレザー水晶にこだわっていたのは。そうだよ。あ、そういうことね。うん。パパ頑張ったよ。レザーへ一人で行ってね。うん。どれどれ？ここの下の土ブロック掘って。見えてるよ。うん。どうぞ。ありがとう。あとパパご飯食べてね。え？ああ。はーい。あ、違うか。ここでいいんだ。あ、そうなんだ。へえ。よくわかんないけど頑張って。もう少しで医療だからね。わかった。あ、
コーヒーのいい香りがしてきた。飲む？うん、いらない、大丈夫。え？大丈夫。飲めない？うん、飲めない。この階段の向きは難しいんだ。あ、間違えちゃった。よし、階段の向きうまく置けた。よし、あ、いいね、いいね。わ、すごい綺麗。よし、反対側をつけてと。よし、よし。あ、階段の向き足りなくなっちゃった。気をつけて。うん。あ、置き間違えちゃった。おお、いい感じになってきた。階段ブロック1個だけ足りなかった。よし、階段ブロック持ってきた。あ、お腹空いてた。お肉食べよう。あ、おいしい。あ、また置き間違えちゃった。あ、壊しちゃった。よいしょ、よいしょ。よし。次は次は置き間違えないようにしないと。よし、オッケー。あとは、屋根か。何？あとは、屋根。早いね、あなた。へへ。いいじゃん。屋根作るの？ちょっと待って。ちょっと待ってよ。うん。パパね、高いところからじゃあ、姫ちゃんのこと見るね。わかった。あー、だんだん完成してきた。カメラマンだから、パパ。うん。え、なになに？何今の動き。あ、この辺りでいいかな。では先生お願いします。はい、あいた、大丈夫。うん、ちょっとアイスコーヒーね、今様子を見てくるね。うん、1、2、3、4、5、6、7。え、あー、落ちちゃった。オッケー、戻ってこれた。難しいんだよね。あ、危ない危ない。落ちちゃうとこだった。よし。もう一個の方もつけよう。あ、二個も落ちちゃった。よいしょ。お、すごい。すごいじゃん。パパがいない間にこんなに やっていたとは。うん。へぇ。あ、サイボンズ置かないの？あ、置く。渡そっか？うん、あるから大丈夫。はーい。へぇ。ガラスも使って綺麗だね。うん。その方が日が当たっていいかなって思ってさ。いいね。うん。へぇ。よし、オッケー。降りよう。完成？まだ、もうちょっと。噴水だよね、けど。うん。どこから水が出るの？水がないよ。うん、今から流す。はーい。じゃあパパ、下にいていいの？うん、いいよ。キャメラマンとして。うん。
あ、そうなの。じゃあカメラマンしとくね。うん。よし、流すよ。はーい。遠くかな、これ。あ、間違えちゃった。ゆって言ってたよ、今。ゆって。スローモーションでしてみようか、今の。うん。ゆ。よし、オッケー。どう？していい？うん。あ、いいね。あ、石があった。あと1、2、あ、追いすぎちゃってたくない。シール埋めておこう。頑張れ。うん、ありがとう。気間違えちゃったらパパシルクタッチで撮ってね。はい。よし、オッケーオッケー。へぇ、こっちから見るとね、土っていう感じに見えるよ。そうすると、あ、ほんとだ。見えるね。うん。へぇ、周り少し掘った方が大丈夫？ちょっと掘っ、うん、分かった。広くしとくね。うん、じゃあ、これを4箇所につけるってことなんだね。そう。ええー。よし、ベンチ置き終わった。あと、お花。お、ほんとだ。いい感じでしょう。何人も座れそうだね。うん、完成したよ。いいねー。うん。綺麗。じゃあ、今回はこの辺りで終わりましょう。はーい。村人本線の方に来ないね。うん、ちょっと警戒してるのかな。大丈夫だよ、綺麗だからさ。なんか耳打ちされてるよ。綺麗だから大丈夫だよ。ちょっと新しいものなんで何か分かんなくて怖いんです。大丈夫ですよ。言っていいんですか。はい、大丈夫ですよ。本当ですか。はいはい。けど私たち行くと50人ぐらい集まりますけど、いいんですか。全然大丈夫ですよ。50人乗っても大丈夫ですか。噴水壊れないですか。うん。本当ですか。うん、頑丈だから大丈夫。ねえパパ、噴水の評価は何点満点？何点ぐらい？100点満点中。うん。けど結構いいんじゃない？何点？92点。やったイエイ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 。浅くあげるね。あ、パパがつけるんだ。はい、うん、ちょうだい。今回は姫ちゃんが噴水を作りました。はい。パパはカメラマンをしてました。カメラマンじゃないの。そう、カメラマンだよ。うん、パパね、遠くへ行ってみたいんだよね、氷渡りで。いいね。今度探検しみよっか。わかった。それでは皆さん、ごきげんよう。また見てねー。またねー。